こんにちは、シーバードです。今回はエレクトロハーモニクスのスーパーエゴをご紹介させていただきます。あまり見かけない結構レアなですねエフェクターだと思うんですけれども、 YouTube でレビューとかを探してみたんですがあんまり上がってなかったです。まあ、ざっくりですねどういうエフェクターかというと、空間系が一通り入っているマルチエフェクターという感じでしょうか。ここでエフェクトの切り替えを行うんですが、ご覧ください。ディチューン、エコー、ディレイ、フランジャー、フェイズ、モッド、ロータリー、トレモロの1、2、ピッチ、フィルターと。という感じで空間系、モジュレーション系が一通り入ってますね。つまみを見ていきましょう。ドライ、エフェクト、アタック、ディケイ、スレッショルド、レイヤー、グリス、でレイトとデプスという風になっております。モードがいくつか分かれておりまして、このモメントモード、これはですね永遠のサスティーンを得れるというモードになっております。これはですねちょっと説明が難しいので、この後の音出しをぜひご覧ください。そしてこちらにあるエクスプレッションペダルですね、今回ローランドのエクスプレッションペダルを使用して、ピッチやフィルターの時にですねこのエクスプレッションペダルを使ってうにょうにょうにょという風な感じですね、音鳴らしていきたいと思います。
Yeah.